大通りです。そしてこれがインターナショナルマーケットプレイスです。ちょっと星さんに会ったような庶民のいるような台所へ行ってみたいと思います。じゃあついてきてください。アメリカ的はい、星さん生まれて初めて折々スニーカーに乗ってます。ほとんど猿になった状態です。星さん、ハワイのゴミ運搬車です。はい、雑草のようにポトスがあ、ポトスだこれ。はい、ドンキホーテに到着しました。すごい、700円。あ、うな丼$8、スパムもあります。おはようございます。醤油コア高いじゃん。あ、安いじゃん。400円。スパム高いらか。でかいな。それは銀だらだろ。銀だらで$9。銀だらにして取り寄せてすごいボリュームだね。それも$9。これでいいんじゃねえの、もう今日昼。はい、これで$11.99。たくあんもあります。たくあん$2.77。馬か1本、97セントはもう全然違うぞ。倍ライン、やっぱワイキキ高い。油揚げやろこれ、うん、厚揚げだろ。うん、厚揚げ厚揚げ。ほらこれで、あ、寄せ豆腐でやっとはいらねえか。向こうの値段だねえか。よかったのはこれか。$9。でも3200円は高けど、イカが400円、高け。この魚が800円、高い。高すぎます。マス500円、アジ2匹で700円。これは日本の物価安いわ。週刊ポスト、コシさん、週刊ポスト売ってました。あ、なんか出てました。$7.95です。安い。んなわけねえだ。はい、最近ドン・キホーテになりました、元のダイエーです。中身は全く同じでした。潰れていませんでした。ハンドハンド、うん、やってる。オープンだ。うわ、すごい。うわお、これ夜よかった。あ、これか。あら、もうアップが効きません。星さん、これがアラモアナショッピングセンターですよ。これは今3階かな。イオンショッピングセンターみたいでしょ。コシさん、
桜祭りで、ミス桜を選んでました。ちょっと越さんもうちょっと若ければ出場できたんですけど残念でした。はい、越さん、いよいよアラモアナを離れてこれからワイキキへ向かいます。はい、越さん、よそから見るとこんな風にエテコのように見られてるんですよ。大変ですね。はい、ホノルルハワイです、3月5日ちょうど今午後5時になりました。どうも来てから天気がはっきりしません、それぞれのメンバーはそれぞれいろいろ楽しいことをやっていたようです。あと1時間ほどしたら安藤食堂へ夕飯を食べに行きます。シーライフパークへ行って雨に当たられたという横ちゃんの靴を急遽作ったシューズ乾燥機で乾かしています。二足一緒ではないですよ、鏡に映ってるだけです。トイレ着てなくてたな。取った。線抜きはないのにどうしようと思ったら、これで逆にやってこんな抜けるやろ。オープンキャップと書いてあるの。あ、そう。クワンに玉ねぎに玉ねぎどうやるんだこれ。いや、味噌つけて食べる。いや、行って。はいよ。これで大体1皿いくらぐらい、2000円ぐらい。1皿はそんなにいかない、1000円ぐらい。1000円もいかない。おー、あ、いいじゃない。こういうの正しい頼み方だよな。ところが日本人は1人にこれ全部食べないよ。いや、そんなことしゅんって頼み方が。やっぱりワイキキからここまで来た甲斐がある、すごいよ。これ何？んワイキキホテル。日本の少しです。ああ、にワイキキのハイトリジェンシーホテルに降りたい。おお、ハイトリジェンシー、オッケー。わかった。はい。チン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 とか。ごめんなさい。トーリー。